補修授業校、補修授業校、補修、授業校を略称補修校は、普段の学校教育では、カバーしきれない内容を、特定の日に補修授業として行う学校。全日制の日本人学校とは異なる。この項目では、日本以外の国にある、日本語補修授業校について述べる。日本人人口が少ない地域、また人口が多くても現地校に通う。 子供の比率が高い英語圏、英住予定者が多いアメリカ合衆国、インターナショナルスクールに通う、子供の多いアジアヨーロッパの一部地域などでは、全日制の日本人学校に代わって、平日の放課後または、週末に国語を中心とした補修的内容の授業を行う補修授業校が多く存在する。補修校を併設する日本人学校もある。日本語補修授業校というが、 日本語を教える語学学級を持つ補修校は非常に少なく、ほとんどの補修校は国語や算数を日本語で教える日本の学校として認識されている。時折、日本人学校と称される紛らわしい補修校があるが、日本人学校は平日の通常時間帯にフルタイムで通う学校である。また、日本人経営の現地私立校付属の土曜学校や、 学習塾が補修校を名乗っていることがあるが、教科書配布、現地採用教員の指導、校長、教頭の派遣などの文部科学省の援助や外務省の資金援助を受けられるのは日本政府の認可校のみである。ただし認可校であっても公立校ではなく、現地における私立校あるいは非営利団体として運営されているため、学費、入学審査、PTA 参加義務などが課される。 日本の正式名称は、補修授業校でも、現地での登録名や故障が多少異なる学校も、多い。また学校名に関する都市の名前は、最寄りの大都市であることが多く、実際の所在地と一致するわけではない。補修校には、家族ぐるみで赴任している企業の駐在派遣社員や、国家公務員が、年少の指定の日本語力の低下や起任後の、 進学などを危惧して設立されたものが多い。その大部分は週末に領事館や日系企業の会議室などを借りて保護者ら自身がボランティア講師となってできるだけ日本と同等の教育を行うことを目的とした私塾的なものに期限を持つ。その他には永住予定の保護者が集まって創立した学校もある。近年はどの国でも国際結婚や 永住家庭の子供の入学が増えている。最も歴史の古い補修校は、1958年にワシントン DC で創立され、在米日本大使館の一室から始まったワシントン日本語学校である。2006年には、世界54カ国187校が、文部科学省の認可を受けているが、2007年4月15日の、 時点で認可校は53カ国195校となっている。学校規模は10人未満から1000人以上まで様々で、日本企業の進出や撤退に大きく左右されるが、2006年の調査時点では、全世界の補修校のうち64.7%が50人未満の小規模校であった。認定校では在籍する児童生徒数が一定数に達すれば、 各都道府県の推薦を受けた公立学校の教員が文部科学省を通して日本から派遣される。派遣教員の給与、生活に関わる諸費は文科省、つまり日本国民の支払う税金によって賄われている。日本の学校で使っている教材を使用し、通常文科省の負担で無償で教科書が配布される。いつでも日本の学校に編入できるように、 日本の学校制度に基づいた教育を行うことを大前提としてを、日本と同じ4月から3月の年度構成はもとより、入学式、卒業式、運動会、遠足、社会見学などの行事が組み込まれている。また、日本文化の継承として、保護者ボランティアの協力を得て、正月には100人一種やカルタ大会、餅つき、書き染め、コま回しなどを、 七夕の短冊作りや夏祭りといった季節のイベントが催されることもある。100%の補修校が国語の授業を行っており、小学部ではついで81.8%が算数 32.、32.3%が社会化、17.5%が生活 10.、10.9%が理科を行っている。中学部でも国語セント、数学がセント。 社会は41.1%、理科は15.3%となっている。授業時間数が限られているため、音楽、美術、保健体育などをカリキュラムに含む学校は非常に少ない。下記のランキング表は、小中学生のみを対象にしている。大規模な補修授業校は、義務教育外の幼稚園や高等部を併設しており、 実際の全校生徒数はこの表の数値よりさらに多い。2006年の調査では義務教育の年齢にある日本国籍の子供は北米が2218万人、アジアが21954万人と指して変わらないが北米の場合は56.8%が現地校などに通いながら補修校に在籍し、アジアでは63.2%が日本人学校に通っており、 補修校に在籍するのはわずか4.1%である。補修校はアメリカ合衆国に多く、日本人学校はアジアに多いことが下記の表からも伺える。また2006年度の児童生徒数を2002年度と比較すると相変わらず朝日学園、ロサンゼルス補修授業校が最大規模であるが、ロンドンと共に児童生徒数が約350人減っている。 平日の放課後に毎日数時間授業を行うなど、授業時間数が平均的補修校よりはるかに多い学校を順前日制といい、2008年現在、世界に5校ある、オマーン、グアダラハラ、ダルエスサラーム、チェンナイ、マカスサル。日本語に接する機会が増え、現地校のストレスを発散でき、自由に週末を過ごせるという利点があるが、現地校で疲れていて集中できない。 放課後が拘束されてしまう、送り迎えが大変、遠距離に住む人間は、放課後の授業に間に合わないなどの欠点もある。週1日、土曜日授業制を取る学校が圧倒的に多い。規模の大きい補修校は、現地校の校舎を借り、借用校という小規模の学校は、ビル、ホテル、教会などの部屋を借りることになる。 大使館や日本人学校が利用できる運の良い学校もあるが、ほとんどの学校は治安が良く、交通の便の良いところに適切なサイズの場所を見つけるのに苦労する。借用場所や駐車場の確保に頭を悩ませる学校関係者は多い。また借用校と良い関係を保つために、どの補修校も騒音公害や器物破損などないよう非常に神経を使って、 借用校舎を利用している。あくまでも、借り物の校舎なので、補修校用の荷物を保管しておくスペース、ロッカーなどはないがあっても、非常に限られており、特に各クラス担任の教員は、教室に通常備え付けられている備品、ホワイトボードやマーカー以外のフリップカードや、ポスターなどの教材を1日の授業ごとに、自宅から持ち運びするなどの苦労をしている場合が多い。 授業の準備や採点なども当然自宅で行う。講師は現地採用である。合法で労働でき、週末の労働を厭わない、家族の協力を得られる等といった講師の確保は補修校にとって切実な問題である。日本人の多い地域では日本の教員免許を持つことを条件に募集できるが、大半は教員経験がなくとも研修を経て採用され、 年間を通して継続的に手術の学習会、競技会を重ね、指導力の向上に努めている。平日の仕事を持つ、社会人は言うまでもなく、外国人を伴侶に持つ講師や、マルチリンガル、工学歴者も多く、その多様な経験から、教科指導のみならず社会性、国際性に富んだ心の教育も実施されている。条件に合えば、留学中の学生も教壇に立つことができ、 人気の長短にかかわらず実際多くの学生が講師を経験している。ある程度の児童生徒数を確保している学校は、規模に順じて校長のみあるいは校長と教頭、不認知でのみ。中高等部は県人が多いが日本から派遣されている。生徒には保護者の転勤等で一時的に滞在する者、保護者と共に永住する者、そのうち家庭内の会話が日本語である者、 現地語であるものなど、様々な環境の生徒が登校している。近年の傾向として、国際結婚が増えたため、世界各国の補修校において、現地で生まれた、永住予定の生徒の占める割合が、年々高くなっている。生徒の日本語レベルに大きなばらつきがあるため、学校によっては日本語能力や日本帰国の有無を、基準にクラスを分けたり、国際部や日本語科などを設けている。 授業内容は、国語と算数、数学か国語のみであることが多いが、理科や社会を教える学校もある。土曜日の朝9時前後から正午、または午後3時頃まで、あるいは平日の午後3時間ほどの授業時間を持ち学校が多い。日本で1週間かけて行われる量の勉強を短時間で行うため生徒の負担は大きい。特に小学校の低中学年は、 親がそばで宿題を見て、現地校の宿題とうまく両立できるようサポートしなればならない。予算と人員の不足を補うために、多くの補修校では保護者による支援活動が組織的に行われている。峠工事の学校駐車場の交通整理から運動会などのイベントの準備、進行、日本語図書貸し出しシステムの運営など、貢献は多大である。 非常に限られた時間と人材で、日本並みの学校を運営するためには協力、参加が不可欠であり、保護者の負担も大きい。児童生徒数の多い学校には、幼稚、園部や高等部があるが、大部分の小さな学校は、小学部と中等部しかなく、学年を合併した寺子や方式を取るところもある。競技における補修校は、経営母体が、 現地の日本企業商工会や日本人会で子供が帰国した際に日本の学校に順応しやすいようもに学力面の準備、サポートをする学校である。しかし実際は移住予定の日本人保護者が集まって設立したり学習塾のようなビジネスとして運営するものなども含めて補修校と呼ばれる。日本政府の援助対象とならない学校、文科省から認定されていない学校もある。 逆に、日本政府の認定に加えて、現地の私立学校や非営利団体として、認可されている学校もある。補修校に子供を通わせるか否かは保護者の価値観や、達成目標、経済力が関係してくる。また、日本人学校と比べると保護者の負担が大きいため、時間的な余裕も必要である。地域差があり、多少日本語が苦手でも通える学校もあれば、 日本語の面接や筆記試験を行い授業についていくにたる日本語能力を持っていないと入学を許可しない学校もある。特に入学希望者数が定員を大幅に超える補修校では日本語能力があっても不合格になる場合がある。また、日本企業商工会によって創立された学校の中には設立目的である。 駐在家庭史上の帰国対策として、日本と同等の学力維持に重きを置き、新旧審査や留年処置を定めるところもある。一方、日本文化に精通した人材を育成するという、長期的な国益を尊重し、帰国予定のない永住者や日本に滞在経験のある、非日本人などの指定でも、一定の日本語力と学力、素行などを満たしていれば、 あえて駐在員の指定との区別はせず個々のケースの判断で入学させるところもあるなど、各学校の方針、判断によるところが大きい。データは2007年9月現在ただ司令員は2002年のデータ、ないは、授業日。順前日生、平日の毎日、週3生、週3日、週1生、週1日院は、日本政府から教員が派遣されている学校。 2007年9月、自転入れイは、小中学の生徒数が100名以上の学校。2002年外務省調査、委員は、日本政府、文科省の認可を受けていない、または、認可待ちの学校。アーティコルズ・ノット・アベイラブル・オンライン。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。